ちょっと教えてもらって、前も行ったことあるんですけど、その美容室はそこで切りました。めっちゃ軽くなりましたよ。そうですね、自分の意思で、その赤ちゃんの時とかさ髪ないやん、自分の意思でこんなに短く切ったことはないですね。こっち可愛いやった。ちょっとなんかかっこいい風にセットしたいので、今日はあの切った感が分かるようにストレートにしてもらったんですけど、今度はかっこいい風にちょっとアレンジもしてみたいなとも思ってます。ショートにしたらなんか分け目あった方が良かったから、前髪分け目作りました。いい感じ、めっちゃ軽い、小顔に見えるかもしれん。私はこっちの方がショートボブなのかな、何なのかな、これは。いや、ショートボブじゃないと、私は顎より髪が長くないと輪郭がねちょっとあれなんで、顎より長くないと、ね、え、そう、コジリンさんの髪、コジリンさんを見せて切ってもらったから、そうかも。でもコジリンさんがなんか若干ウルフ的なショートボブみたいな時期があった、写真も見せてたから、どっちにするみたいになったけど、一旦これで落ち着いた。似合います。これはショートボブなのかな、何なんですかね、分類分けわからんのやけど、ショートボブ、そう、ちょっとウルフみたいな、ちょっとここら辺段をつけてもらった、なんかわからんけど上の方とか、あとなんかロングの時は髪少ないって自分のこと思ってたんですけど、短くしたらめっちゃ最初もうこんぐらいあった、ふっくらしてた、めっちゃ髪意外と多かったんかもって思いました。なんか髪が多く見えてめっちゃ空いてもらった、だからで段をめっちゃつけてもらっている気がする、多分なんかもうちょっといけるかもとも思ったけど、あ、でもと最初に一旦ちょっとだけあのつけ切ってもらった時はちょっと長めに切ってもらって、最後これもうちょっと短いのもいけますって言って、もうちょっと短くしてもらってこれに至った。ストンって落ちる系が良かったから、ふわってなるのは似合わないんですよ、なんか。だからストンって落ちるように切ってもらいました。ね、髪乾かすのが本当に最高すぎる。最高すぎる、本当に。早く風呂入りたいもん。早くお風呂入りたい。もう早くメイク落としてお風呂入りたい。ふぅ。絶対切らないって言ってたの懐かしくて涙。確かにね。切ってよかった。二十歳という節目と卒業発表したということで、ちょっと最後にインパクトを与えたいなと思って、サプライズをもう一個用意してました。結構もうこれは卒業を決めた時にも、あと一個卒業と関係ないかもしれないんですけど、で最初は本当は卒業発表をする日にいきなりショートになってるみたいなのをしようと思ったんですよ。すいませんね、本当にあの多分人を驚かせるのが好きなのかもしれません、ごめんなさい。ガチごめん、ガチごめんって感じやけど、そうだから、その時に合わせようかなと思ったけど、そこへあったかやん、そう、ああできんなと思って、でそう結構早め、1月の早めにやりたいなと思ったから、そうそうそう、うん、ダブルサプライズしようと思ってた。いや、運営さんは許可取ってます、怒られません。そうそう、だから卒業の時に言ったって、言ってるじゃん。ドゥ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 、伏線回収。切った髪の毛多分美容室にあると思うんですけど、めっちゃ切ってましたよ。今ここにある髪の毛の量より多かったよなぐらいあるよ、めっちゃ。しかもなんか最初、え、これ切りたいみたいな、ここまでクリップを置いてくれて、ここ自分で切ってみるみたいに言われてやってみた、楽しかった。動画一応あるけどブスすぎるから出さんと思うけど、そう、ヘアドネーションは多分できんぐらいのギリの長さやったな、多分。考えたよね、ヘアドネーションももしやと思ったけど、もっと伸ばさな多分無理やったっぽくて、
そうなの。うん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 、切った髪はどうしたのってどういうこと。どうするも。そうそう、今日はちょっとラブリーな服着てるけど、でも首詰まった服は着たいなと思って、そう首詰まった服は着てショートにしたいなと、あとマフラーつけたいなと思ったっけん、ちょっと 外出るときマフラーつけるけどいいやんと思って着たけど、今日は結構ラブリーな服になっとうけど、私はねボーイッシュな服を着たいので、ちょっとこっち実家にパーカーとかそういうボーイッシュ系ちょっとあるから、それを着ようかなと。明日以降ふふふ楽しみ。お姉ちゃんのマフラーもね、なんかあるにも勝手に使える、ここに白のマフラーとかもある、白とすんごい色のがある。 OK、 出て目薬落ちた。めっちゃ楽、なんかこっちの方が小顔効果ない、気のせいかな、シュッてして見える気がするけど、まあ、でも昨日もあんま食べてないけんかな。今日もなんか今日朝昼食べんくって、なんかまあ一旦そう食べる時間がなかったけん、朝昼食べんくって、夜ご飯に浜カツ行ったんですけど、久々に。その時もなんかとんかつの豚の油は食べれる自信がなくて、なんかご飯食べてなかった、なんか入らんのかな、なんか食べれんくって、だからチキンカツ頼ん でめちゃくちゃ食べる。あの前あの生誕祭も見に来てくれた友達が今日一緒に食べたんだけど、浜カツ、その子大食いだから、もう私より大食いかもってぐらい、でもカリカリなのなんやけど、その子にもほぼ半分ぐらい食べてもらった、カツも。キャベツをその子からもらったっていうのもあるけど、そうキャベツをご飯おかわりとかできるったよね、ハムカツは。やけんキャベツおかわりしたし、その子のキャベツも半分ぐらいもらったけん、キャベツ実質 2.5 人前ぐらい食べた。そしたらキャベツで顎が疲れてお腹いっぱいになってしまって、そう、それで友達にカツあげた。そうなの。そう、今福岡、髪を切るべく福岡にいます。もう予約はしようって、絶対に福岡の美容室で切ろう。お姉ちゃんがね今時な美容室を知ってるから、そこで切ろうと思ってて、しかもそこは前にも行ったことあるから、あの知ってくれてるんですね、私の活動のこととか。え、キャベツ食べに行った。なんか一日ご飯食べんかったら、なんかフレッシュなものを求めたくなったよ。めっちゃ今日なんかダイエットできたんじゃねって思うもん。フレッシュなものを食べたくなって、キャベツから食べないと無理だった。ミホが一人食べ物あげると体調心配。でも昨日もあんま食べなくて、本当に何も全然食べてないもんね。昨日も朝ごはんにメロンパン食べて、お昼もなんか置いてあった軽食のメロンパンスティックみたいな2個食べて、夜はサラダ。怖っ、大丈夫私。なんかあの成人イベント前2日間ぐらい頑張っとったけんか、なんか別にお腹がなんか入らんお腹になってしまったんかな、けんなんか食べてないね全然。いい感じ、なんか顔が調子いいもんね、シュッてしてるもんね。ヒヒヒの日、ヒヒヒの日、朝メロンパン、昼メロンパン、夜サラダって、ガリガリ、しかもメロンパン半分やったね。あーね、振り袖で締め付けられてたから、そういうことか、それでギュッてなってたからか、入らんかったんかな、そういうことかもしれん。お腹減って意識なくなりそう、食べて。それこの前の公演の日の私、パルコに売ったらメロンパン美味しそうすぎたって、それ多分マネージャーさんが差し入れしてくれたかも。マネ、その時は私か、あ、唐揚げくんも食べた、忘れてた、唐揚げくん、マネさんが唐揚げくんを大量なのと、
あとなんかメロンパン、焼きたてのメロンパンとクロワッサンを買ってきてくれてて、それは食べんかったんやけど、そうだそうだ、すごいメロンパンはでかいからちょっとその時は食べんかったけど、優しいよね、私の担当マネさんがいた。メロンパン中にクリームあり、あり、なしでもあるし、なしでもあり、ありでもあり、なんでもあり、グッとグッと。メロンパン、え、美味しそうだったよ、なんかサクサク系だった多分。見たは見た食べんかったんやけど、え、嬉しい、振袖にブーツ履く組み合わせめっちゃ良き、やったー。ママが昔からブーツ合わせるの好きで、あの小学校の卒業の時の袴を着た時にもあのブーツ履いたんですね。そうそうそう、そんな感じでママのブーツ借りてた実は、この前のイベントひゅって感じで、なんか帯が黒だったからブーツの黒で締めた方がいいんじゃないとのかと思ってブーツにしたルルトルトゥルルトゥルね、帯はオンディーヌさんの店長さんのおすすめです帯とか分からんけん何を組み合わせたらいいか、だけん選んでくださいお願いしますって言って、そう選んでもらった、うん、なん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 、振袖より帯がおしゃれ、帯なんだろうね、帯は誰が作ったのかとか分からんけど、振袖もちょっとすごいリッチなものだよ多分ね、だって蜷川美香さんのやつだからね、だからねリッチですね多分 STA にはね、あの特別にね貸してくださっているけれど、うん、振袖全面にお花がねある振袖で、最初着こなせるんかなこれって思ったけど、なんか帯とかいろいろ小物をつけていったらめっちゃいい感じになって、確かにね、このボブ、ショートボブで振袖着てもどんな感じになるか見たいね、かっこいい感じで着たいね、それもありだね。お話し会さ、私どの日程に参加できるかまだ未定だったからあれだって、そう決めれてないんですけど服を、今回のお話し会はちょこちょこそのお話し会が近づく時に決めようかなと思うのですが、そしてお話し会といえばあのメールで、最後にメールで急いで、あ思い出したって思って書いたんですけど、あの感謝枠ありがとうございます決定、まだ仮決定か一応だけど、私が参加する予定の話し会はオンラインお話し会3日間あるんですけど、3日間とも感謝枠ありがとうございます、嬉しい。だから感謝枠でツーショットもサインもできますね多分。服装まだ決めてないんですけど、どれに参加できるか不安わからんかったから服装決めてなかったんですけど、その日の数日前とかに決めるかな、どうしようかな、ほぼ完売、本当に本当ですか、ありがとうございます。直接お話し会はね1日しかないし、直接外れたのもあった、嘘だ嘘だ、本当にありがとうございます。ぜひすべきことをしっかりしてきちんと来れるように続きお願いします。すべきことが今日までだったっけな、ありがとうございます。すべきこと金曜までか、あ全然あるね、直接は1割くらいしか当たらない、まあでもそうですよね、本当に申し訳ない、直接部数を増やしていいよってぐらいだけど、そういうわけにもいかないんでしょうけど、あのレーンが足りなくなっちゃうから、もう外に私無料で立とうかってぐらいだけど自由のお話し会ない時間、前の時間とか物販にいたいぐらいだけど、物販とかないのかなダメかな、あったら本当にいたいよね、あったら行くね、ないかな、なんかあった時あったよね物販とか、ありがとうございます、ありがとう
すべきことするまでがお話し会、お話しするまでがお話し会だね。ショートの美穂さん見せていこう。小島かりんさんをめっちゃ参考にしているので、小島かりんさんを拝見しつつやっていきたいと思います。ラン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 、サラサラー。え、ガチやばい。なんか前まではこうやってふんってやる髪の毛があったんですけど、こうやってふんってしても別に変わらないから、すごい面白すぎる。すごい新鮮新鮮新鮮。フラストレーション触れないじゃん、そういえば。あああああああ、触れないね。にゃ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 。バスケ部のシャラサラショーとか、あ、でも確かにお姉ちゃんがバスケ部なんですけど、元ショートだった時に似とるみたいなママが言ってきた、写真見せたら。これ奇跡は間に合わないだろうみたいなのやりたいね、こんな感じで。素敵素敵素敵。うんうんうん。ミホリンカーブ、カーブなのかなこれ、一応あるけど、なんかここにつながるようにちょっとだけ徐々に作ってくれとんやけど、ここら辺をまあかけるよね。私はやっぱ安定のかけたくなるから、髪に、耳にだった。そう、メンバーからもめっちゃリプ来てて、なんか引用リツイートめっちゃあってびっくりした。あの髪切りました報告ツイートびっくりした。嬉しい。 焦りましたもん。これツイートして一旦見れない時間があって、一旦まあアンツやったりとか、あとご飯食べよっていう感じになったけん、そう後で見たら、えー、こんなになんか反応がいっぱいあるみたいな。びっくりしました本当。嬉しいですよ、先輩からもリプ来てたし、すごいよね。みんなが本当に本当にみたいな疑いの眼差しだったけど本当でした。ひひひひのひ。これは私はね、外羽をしたいから、外羽ができるギリの長さに切ってもらいました。これ以上いくつちょっとできないよって言われたから、わかりましたって言って、外羽とかウェーブ若干ふわふわにしてみたりとかしたいなと思っています。マジ楽だね、やばいね。いや、なんかさ、ショートの姿、私ショートの私の姿を見せずに終わってしまっていいものかっていうのもあったし、最後にもう一個インパクト残して皆さんの記憶に残していきたいなと思ったんで切りました、切っちゃいました。え、ずっとこの感じをキープしていきたいなと思うんですけど、うん、ボブが似合わんから、途中経過めっちゃブスだから、この長さをキープするしかないんですよ。だからもうこれでいきますよ、ずっと。いいですか皆さん。もうダメですっていう人は見ません、ダメはダメです。本当に切りました、わーい。卒業までに3回は美容室って行くよね、ショートの人の方が行くよね絶対。肩ついちゃちょっと似合わんから、肩つく前に綺麗に行かないか。ドレス姿、なんか濃い青色とか合いそうですよね、ショートだったら。ユッカーさんのドレスとかめちゃくちゃ綺麗やったもん、素敵すぎて。でもそんなそんな申し訳ないですね、なんか言うのは。うんうん、あくんハートありがとう。ね、濃い青とかいいよね、なんかフリフリとかよりかっこいいのもいけそうですよね。卒業するかさか、何でも言えばいい、本当何でも言っていいの。うん、フリ袖似合ってたね、似合ったね。君のことわかったよちゃんと、ほらはって言ったけど伝わったかな。ちょーちょ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 、
ね、青系 で二の腕はちょっと苦手だから出すの長袖で長袖か袖が結構太めの半袖かで、うん、みたいな。ドレス着ても踊りたいしっとりしたい、どっちでもいいよ嬉しいよ私どっちでも。でもしっとりしてもな、私明るく、私も次の道を頑張るからみんなも頑張ってっていう思いなので、明るく行くけど何でもいいよ。いつショートする？もう卒業を決めた時に、卒業発表の時にショートにしたらいいのではないかと思って。足見てますとか言いません、顔見ます、よろしく顔見に来て。でもちょっと今日はラブリーすぎるかもしれん、こんなちょっとなんかで隠した方がいい これどんぐらい巻くわけ、マフラー。でもさ、ショートにしてってもショートじゃなくてマフラーしたらわからんや、見えんや、見えんやないかーい。でしたね、見えんかった。でもこの部屋あったかいからつけませんけど。マフラーちゃんちゃちゃんでも振り袖のためにネイルしたけどもうネイルガビガビになっとる。ショートもどきに見えるよね、逆にね、こうするとモフモフちゃん。埋もれた、ダサいポーズばっかりしてしまう。そして目がめっちゃ乾燥する、暖房のせいだ絶対。うわーマジすごい、こうやってやってもチュンって終わる楽しすぎる、チュンおもろ、にひひにひひにひひ、よいしょ。でも小島かりんさんのなんかね、あ、若干ウルフなのかなみたいなのめっちゃ可愛かったんだよな。どれだろう、どれの、どの写真だ、なんかで見たんだけど。あれはフォローしてると思ったらしてなかった、しよう。トロトロロロロト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 ロにゃ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 に切った感が分かるようにとりあえずはストレートでいいんじゃないかという意見を聞き、そうさせていただきやした、やしたやした。なんかさ、キャベツ食べた時めっちゃお腹いっぱいだったのに、今頃になってちょっとだけ空洞になってくるのやめてくれん、お腹の中ちょっとだけお腹が空洞になってきた、やめてよ、こんな時間にお茶で耐えるよ。わあ、どこだったかな、どの写真だって、うわかっこいい小島さん。外羽パーカーセット、絶対やる、パーカー絶対着る、絶対に絶対に絶対。うんふふ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 ふ。あ、そうなんだよね、こじりんさんもショートで垢抜けて、本当に本当に可愛さが増したよね。でもうちょっと前髪長いですね、今の私より。私ももうちょっと伸ばそうかなと思うんですけど。
でもなんかこことここで段差があるんですよ。ちょっとそれがね可愛いっちゃうね。でも私もめっちゃ軽めにしてもらいました。ストンみたいな感じのシュッみたいな感じのが良かったので、なんかふわみたいなの似合わないキノコみたいになっちゃうのでいい感じ。チーチー、うん、ストンシュよいイエーイイエーイなんだっけ、お姉ちゃんたちの反応はどこだ、あった、シュッとしてめっちゃいい感じ、やった。ちょっとボーイッシュな服を着れるようになりたいなと思いつつある。お姉ちゃんかわいい丸ママはお姉ちゃんみたい、早く見たいワンって聞いとったって感じですねじゃん、じゃじゃん、じゃ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 ん、じゃじゃじゃららららら。あ、で私ブログ書こうって思ったんです。そう、後で書きます。遅いかな。マネさん、後で書きます。ブログ後で書きます。あの明けおめブログを書こうかなと思ってたんですけど、いや卒業発表してからいろいろ落ち着いてからにしようと思って。じゃあショートカットの画像でしようかな。そうしようかな。振り袖の写真でまだ使ってないのも使おうかな。まだあるのですよ、使ってない画像。そうしようと思います。なので見てください後で。今もちょっと若干書き102個目だっけな、なんだっけな、ブログ見よう。ジュ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 ルジュジュジュブログ田中美穂、田中美穂、田中美穂102だね。明けおめブログ、よし、題名だけ書いとこう、これにしよう。よーし、よーし、OK。ちょっと後でブログ書くので注意早めに終わろうかな。何時出せるのかわからん。ちょっと0時前じゃないと多分ダメだろうので、にょん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 ランランララ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 。あとタワーのお礼も待っててください。昨日、おととい、昨日の方、ジリボータコありがとう、アクハートありがとう。こうやって両耳かけたら、おお、なるほどね、ウケる、運動できそうな人になった運動できそう、運動全然できんのに運動できそう。ショートありがとうございます、イエイ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 、ウォー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 ウォうん、新しい田中美穂、イエーイ。運動、まあ STU の中では一応なんか9位ぐらいだったんですけど、でもできないですよ運動、あの多分普通にできない方ですね、なんですけど、あの日はなんかたまたまやった競技が良かったのかな、わかんないですけど。レイアップ見る限りそんな気がしてるしな。そうだよね、そうでしょ、
そっちのがええやんになってるし、ニーズに応えて漫画のファッションにしとくかの気持ちしてくれ。私の最後の願い。みん な前髪眺めましゅね。頼むね。まあセンター分けとかも好きやけど、女の子のセンター分けも好きやけど、あのこういうやつね、それも好きやけどね。頼むね。のりともさん、あきおめ、おめマッシュしとってね。え、前髪重めはまってる。やってやってやって、よろしく頼む。マジ頼む。みんなお互い好きな姿になっていこう。そうそう、みんなネクタイっていうかスーツ着とったらいい。着とってほしいね。スーツいいね、いいね、いいね。あー短い。わーわー最高。楽しい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 、嬉しいね。ザンツももうすぐ結果が出ますし、どうかなという感じなんですが、みんなが頑張ったことには変わりがないので、しかもなんかいっぱいやってたらすごい楽しくなってきた。だしね、マジで本当にありがとうの気持ち。いやー、ゲーム私が苦手やから、いつもこういうゲームコラボの時とか私結構上位とかに行けないんですけど、今結構上位に行けてたかなと思うので、このゲームでは嬉しいです。ありがたいです本当に。リーツさん、あけおめー、あけおめー。ザアンツね、そうすることがたくさんあるから、そうなんか飽きない。わかるよ、わかる、それな。しかも同じことばっかりじゃないじゃん、なんかこっちだこれ育ててとか、こっちだこれ進化させてとかみたいな感じで、そうなんだよねー。戦闘力の差めっちゃ縮まってた。泣ける。うわどうかな、怖。なんかさ、しかも人数がちょっと増えた、一人増えた、そんなことない。見間違いか。めっちゃありがたかった。え、チャットも消える前にいっぱいしとく、みんな。消える前にチャットもいっぱい話そう。いつ消えちゃうんだろう、チーム。チュ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 フフフフ、トゥ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 。しかもめっちゃなんか詳しい方もおるし、私この戦争の日とか分からんやけど、消えちゃうよねいつかは。でも結構ドライグだったっけな、なんか全然消えなかったから結構何日も。だからどうなんだろう。今日のレジで終わりではですはないだよね。それはさすがにないよね、多分だとは思う。マネさんにブログ書きますって言ったら、はーいって来とった。よし、ランランラン、ショートいい感じ、イエーイ。私の戦闘力も結構いきましたが、頑張りましたが、90人も入ってくれたんだ。そう、やっぱちょっと増えてたね。なんかさ2日3日前ぐらいまで88人とかだったよね。なんか2人ちょっと増えてくれたりしてる。嬉しい。もう癖で開いてしまうもんね、やばい。ひひのひ
ヒヒそうよく見てる。いや本当に戦闘力も100万いってよかった。葵さんが100万いったみたいな投稿しとった時まだ私多分89万とかだったんですよ。だからうわえすごやばいどうしようってなったけん、よかった、楽しみやね。ちょっと私の配信はその11時の結果前に終わるけど、結果発表前に終わるけど、ブログ書きたいのですいませんが、うんうんうん、ふむ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 ので、もうそろそろランキング読んでいきたいと思います。レッツゴー。え、わかる、ラスト、私ラストなんだっけ、ラスト20分10分ぐらいの時にめっちゃダイヤ使ったもんそうダイヤね、最後に使っとかなと思ったもんね。ありがとうございます、たくさん。ではランキングいきます。22位のみほりん賞はのぶさん、13位はレグルスさん、12位ジュリボ、11位渡辺さん、10位まさきさん、9位アクアと自称みほパパさん、8位オロチさん、7位竹まつるさん、6位フロムナオキさん、5位リーツさん、4位しまかぜさん、3位オオカミさん、2位かんちゃん、そして第1位大地さんでした。ありがとうございます。あとなんか飛んできたぞと思ったんですが、イノケンさんありがとうです、ありがとうございます。ビヨンビヨンじきありがとうございます。あ、痛い痛い、コンタクト痛い。またお礼はちょっと後日させていただきますのでお待ちくださいませ。ということでランキング読みましたので終わりたいと思います。では最後にじゃんけんして終わります。成人のお祝いなの、ありがとう、ありがとうございます。ではいきます。最初はグー、じゃんけんグー、ありがとうございました。ではブログ見てね、この後。またねー。